計が好きじゃけようこそ、川野です。今日は6月のカシオの新作ご紹介したいと思います。それではスタート。今日は数ある新作の中から5つ厳選して紹介したいと思います。それでは実機をご覧ください。1つ目は GMWB5000TVB1JR です。近未来的なバーチャルワールドの世界観を表現したフルメタルチタンのスペシャルモデル第2弾です。ジオメトリックカモフラージュといってバーチャルワールドに登場する装備をモチーフに外装をデザインしています。ベゼルとバンドにチタンカーバイト処理を施した後にマスキングしながらブラウン IP とブラック IP を重ねることでこのシルバー、ブラウン、ブラックの3色が不規則に組み合わさった幾何学迷彩を生み出しています。仕上げにはベゼルとバンドに GMWB5000T のスペックやナンバーっていうのをレーザーで刻印して高機能ギアのイメージを細部まで追求しました。このバックルもそうですし、バンドのコマ一つ一つにもレーザーで刻印が入っています。でさらにこのラグ部分とバンドには貫通した穴がありまして、ラグ部分のこの中央のところだけはくり抜きをしてファインレジンパーツが見える作りになっています。12G1 と 6G1 両方ですね。また右上のライトボタンにオレンジの色埋めを施してサイドビューにもこだわりました。 G-SHOCK の初期号のフェイスを受け継ぎつつ液晶を反転液晶に、でガラスの印刷を通常のレンガパターンから幾何学パターンに変更するなど外装デザインに合わせてアレンジしてあります。機能名はタフソーラー電波受信機能と G-SHOCK コネクティッドを介した Bluetooth 機能を搭載されています。ということで着用の感想いただきましょう。正直好みが分かれそうな感じのデザインではあるんですけど、実はこれすごい手間がかかってるみたいで、ぶっちゃけ多分コストも一番かかってるモデルだと思います。で今までね G-SHOCK の取説とか見てもらったら分かると思うんですけど、ボタンにそれぞれ ABCD って振られてるんですけど、それもなんかもうデザインの中に一部入れられてて、で面白いなと思ったのはこの B のところ、他のボタンと違ってボタンの形も違うしペイントも違うんですよね。でなぜかこの B のところに丸がしてあって、すごいなんかこだわりを感じるんですけど、やっぱちょっと好みが分かれそうなデザインでは、以前のねこれのモデルも結構人気があって好きな人は好きなんだろうなっていう感じがします。まず非常にチタンなので軽いのと、あとデザインは非常に面白い、今までのそのないようなモデルなので、ちょっとパンチの効いた色合いが面白いとは思います。ただお仕事にはちょっと似合わないようなので、お休みの時のカジュアル仕様で使っていただけたらなと思います。非常に面白いと思います。このブレスなんかも色々がよくこんな感じで色がつけたなっていうのを感じたので、ぜひ見に来てください。6月17日発売予定です。2つ目3つ目は2022年のイルクジモデル GWX8904K7JR と BGR3000UK7JR です。今回のイルクジモデルのテーマはイルカ、クジラの吹き出ししぶきにかかる虹です。爽やかなホワイトをベースにベゼルにはミラー仕上げのレインボー IP を施して、水面に浮上したクジラが吹き上げるレインボーブローを表現しています。バンドにはアイサーチジャパンのロゴがプリントされてまして、こちらの遊郭にもイルカとクジラがそれぞれ描かれています。文字盤のインダイヤルリングには G-SHOCK は金メッキ仕上げ、ベビーにはホログラム加工を取り入れて文字盤全体でレインボーを表現しています。またライトを点灯すると液晶にクジラとイルカのシルエットがこのように浮かび上がる仕様です。ボックスは今回のスペシャルパッケージでして、プラスチック素材を全て廃止し、紙箱には再生紙を使用、時計の製品袋にはポーチとしても再利用可能な綿 100% の巾着袋を採用しています。ではこちらも着用感想いきましょう。
毎年ね人気の波が激しいモデルがあるんですけど、デザインはすごく悪くないかなと思うんですけど、レインボーがねどうなんだろう、トレンドがわからんすイルカさん、クジラさんだった、遊郭もクジラさんのマークが入っててちょっと考えさせてもらっていいかなしか年になってもうちょっとこれは勘弁してください川さんの代わりに若い私がベビー G の方を紹介します。こう白ベースで遠くから見ても結構このレインボーベゼルがめちゃくちゃ映えるので可愛いと思います。これこんな変わるかな。ミルクジモデル6月17日発売予定です。最後4つ目、5つ目、 GA2100SRS7AJF と DW5600SRS7JF です。コンセプトはアイライドセントカラー、光の反射により様々な色合いを見せるレインボー静寂により刻々と移り変わる真夏の夕暮れのようなイメージを表現しました。こちらのシリーズは全部で5型ありますが、今回は抜粋してこのスケルトンモデル2つを紹介したいと思います。もう一目見て今までと違うっていうのが分かるガラスデザインですよね。 G-SHOCK で初の全面偏光静寂ガラスを採用しました。こう眩しい日差しが照りつける夏の情景を鮮やかなグラデーションカラーで再現しています。でバンドも全体スケルトン仕様なので本当夏にぴったりなおしゃれな腕時計ですよね。こんな感じで反射によってこう見え方が変わってくるようなデザインになっております。カラフルな夏モデル、実際に着用してみましょう。画面越しだったらあんま時間見えにくいかもしれない。でも直に見ると綺麗に見えてるんで問題なくつけられます。でスケルトンバンド夏らしいですね。次はスクエアの方ですね。あ、すごい夏っぽい。夏もこうビーチとかにつけていくとすごい映えてやっぱりみんなの注目と視線を集める腕時計だと思います。こちらのシリーズは全てクォーツモデルで6月10日発売予定です。ということで今回はカシオ6月の注目新作5選ご紹介しました。昨年は発売されてたイルクジのフロックマンのタイプは今年はないみたいですね。また来年どうなるか楽しみにしておきましょう。ということでまた次回お会いしましょうありがとうございました。